小林製薬の紅麹サプリメントをめぐる健康被害の問題。どうも、健康被害とサプリとの因果関係が確認できなかったみたい。ということは、小林製薬は無罪ってことだよね。武見大臣と厚労省はどう責任を取るつもりなのかな。では、詳しい内容を見てみるね。小林製薬の紅麹サプリメントをめぐる健康被害の問題に関し、武見敬三厚生労働省は15日の記者会見で、接種後に死亡したと同社が7月21日時点で遺族から相談を受けた97人のうち、約8割に当たる79人の調査が終了。厚労省によると、接種との明確な因果関係は確認されていないという。武見氏は自治体による調査の結果だとした上で、残りの18人についても調査を急がせたい、と述べた。厚労省に報告すべき死亡相談事例が11人分漏れていたことを小林製薬が13日に公表したことに関しては、遺憾だ、と述べた。そして、この報道に対し、次のような声が上がっているんだよ。リッキー社長。あんだけ騒いで小林製薬に自主回収までさせたり、事業撤退にまで追い込んだのに、何の因果関係も確認できなかったとか、厚労省ってさすがに無能にも程があるんじゃない？田舎暮らしの省閲。厚労省、許しがたい。厚労省の無能っぷり発揮。紅麹問題であれだけ騒ぎ、自主回収、事業撤退にまで追い込んだのに、実は何の因果関係も確認できなかったと発覚。ヒムロ。事業撤退まで追い込んどきながら、どうすんのこれ。まったりくん。わざと小林製薬潰しをしたとしか思えない。厚労省もマスゴミもマジでクソすぎだろ。埼玉。厚労省さん、どうすんのこれ。高橋麗、闇を暴く人。小林製薬さん逆転無罪です。散々追い込んだ厚労大臣の武見は謝るよな。他にも、因果関係を確認できてないのに公表したのはなぜ？公に発表する前に調査するもんだと思ってたけど、違うんかな。ニュースでももうやってない気がするし、どうしても大きな力が働いてるように感じてしまう。工場閉鎖までしてるのに、賠償しろよな。国家賠償ものよ。おいおい、賠償金えぐい額になるぞ。これ単なる風評被害だったら、小林製薬は国や各報道機関、安倍正則氏相手に訴訟案件だね。小林製薬の紅麹を厚労省に最初に報告した、日本大学医学部の安倍正則主任教授は、ワクチンを推進する製薬会社などから、6年間で合計1億1340万7629円の謝礼をもらっていたことが明らかに。これはひどすぎる。79人も死んで関係ないか。何が作用したんだ。カビが混入したとかは、ただ工場が汚かっただけ。紅麹自体は、前から危険性はないって言ってたじゃん。カビが問題ってずっと言ってるだろうが。コロナワクチン接種の有無を調べた方が早そう。日本の製薬会社潰しなんだよな。報道しない自由発動、などと、様々な声が飛び交っている模様。ほんとこの問題。とんでもない賠償問題に発展するんじゃないの。だって、この問題を受け、小林製薬は、小林一正会長と小林明宏社長が辞任し、香港投資ファンドのオアシスマネジメントが、小林製薬株の約 5% を保有する大株主になっちゃってるからね。すべては武見大臣と厚労省のせい。武見大臣と厚労省は、どう責任を取るつもりですか？もしかして、何も責任を取らないとかありえませんよね。しかし、この騒動を鑑みると、いろいろと勘ぐってしまうよね。小林製薬は、ヨウ素、紅麹、納豆キナーゼの特許を持っているようだし。とにかく武見大臣と厚労省は、小林製薬をめちゃくちゃにした責任を取ってくださいね。そうしないと、炎上不可避だと思います。よろしくお願いいたします。